はい、どうも皆さん、こんにちは、ダイです。今回はね、ベノムに変身できるアドオンを見つけたので、それを見ていこうと思います。それではね、やっていこう。あ、ベノムに変身できる、もう腕がちょっと、もう一人称の場合見えちゃうんですけど、はい、追加されたのがこれダイヤと思うけど、なんかダイヤモンド、ちゃんとダイヤみたいな、ちゃんと書いてあって、でこのアイテムを使うと、はい、まあまあ見た目は何も変化起きてないんですけど、しゃがむとね出てきます。あ、はい、キモいな。で、はい、できたね。次しゃがむと、はい、変身。おお、まとったね。まとった。で次しゃがむと、はい、ブレード。おお、腕になんかね双剣みたいなのをつけて、次が盾。おお、周りをなんか跳ね返すんだよね。なんか押し戻される。で次がウィン、お羽。えお、なんかとあれ、ほん、え、浮遊してない、それ。結構長く浮遊できるわこれ。上向いてたら飛ぶとか。お、やばい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 。そんな向いた方向に飛ぶ感じ。え、待って、あ、向いてジャンプして、ああ、あ、もうそもそもそういう能力つくんだ。あ、そうだ、上見たらあれだわ、いけるわ。どんどん上がってく、どんどん上がってくわこれ。あ、やべ。あー、効いてく、効いてく。でしゃがんだりしたらこう解除されるっていうね。じゃあ次、このなんかね、もう一体のベノムがいて、ちょっと僕原作見てないんでわかんないですけど、あ、ちょ、またこれ同じだ。いきます。はい、この赤いの、まあ、この赤いのもほぼ同じ。はい、こんな感じで。おお。縦で、あ、唯一これがなんかあるくらいかな。触手みたいな。そうそうそう。で、これも、はい、こんな感じで羽があって。でかいな。これもあれか、上見ながらやったら。おっ！あ、いける。あ、能力は同じだね。あー、なんか、そうだね。なんか無限に飛べるじゃん。やば。冬能力、完全についてるね。よいしょ。はい、まあ、こういう感じのね、アドオンとなっております。それではね、この動画が少しでもいいなと思ったら、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、グッバイ。